500万円の借金を背負い、その後ヤクザに追われて、ヤクザに追われて逃げた先が麻薬の発送所で、ちょっと天狗になったところがあって、あの取材商法っていうものに引っかかって取材しました。ビーダッシュキャンプの会場です。こちらで起業家の皆さんにこれまでの失敗談を聞いてみたいと思います。起業家の失敗談としては、僕あの起業しようと思った時に六本木のですねパーティーで自称芸能系の社長から、君なんか起業しめないかって言われて、面白そうですねっていう風に乗っかったら、結局あの騙されて500万円の借金を背負い、その後ヤクザに追われて、ヤクザに追われて逃げた先が麻薬の発送所 でその発送所で1ヶ月ぐらい過ごし、で結局しまいにはその大阪の府警の人たちにガサ入れで連れてかれてしまい、でその連れてかれた先で取り調べを受けて、カツ丼を食べさせてもらい釈放してもらって逃げるっていうのがあの大の失敗談でございます。そんなすごい今詰まってましたけど最高ぐらいでね。カツ丼は本当にでも出てくるんですか？カツ丼はあのお願いしました。あ、そうか。何か食べるかって言われて、あのせっかくやったらカツ丼でいいですかって言ったら、まあ、しょうがないです、手配しちゃうって言って。ヤクザに追われるって どういった感じだったんですか？なんかあの、もともとなんかフランチャイズで事業をやらないかっていう風な話で、君が社長をやりなさいと。で、軍資金は私が出すのと、あともう一人共同創業の女性を立てなさいって言われて、それでなんか100万、100万出してもらって200万円でスタートして、で、スタートしたんですけれども、非常に難しくて、運営回らなくなってしまって、この3ヶ月後ぐらいにフランチャイズの大元の人と、その話を振ってくださった自称芸能系の人に呼び出され、カフェに行き、カフェに行ったら、なんかどうするって言われて、ちょっと事業継続難しいと思いますって言ったら、じゃあ分かったと。じゃあ着きましたここの契約書に書いている違約金500万円を払ってくれと言われて、契約書書いた覚えもないので、すいませんと、僕はその子にサインをしてないですし聞いた覚えもないですって言ったら、分かりましたと、そういうこと言うんだったらちょっと出すとこ出すねっていうふうに言われまして、それが結局末路としてはヤクザから追われるっていうふうな雨になったというお話でございました。お金は最終的には取られずに逃げてたの？払わずに済みました。あのその場でもう隣にいた共同創業の女の子がもう怯えてしまって、半額の250万払いますっていう話になって、その場は終わったんですけれど、まあ、終わった後に僕がお世話になっていた東京の兄貴分に連絡して、ちょっとやかられてますと、どうしたらいいですかって言ったら、まあ、やかられてる相手ちょっと調べたらよって言われて、まあ、ちょっとここ P 音お願いしたんですけど、まあ、調べたらもうっていう結構大きめのヤクザがついてるからすぐに逃げろって言われて、それで逃げた先が、逃げて部屋を用意してもらった先が麻薬の発送所だったという、そういうオチでございます。失敗はたくさんしてるんですけど、多くの失敗はするべき失敗というか、学び、初めての起業なので学んで次に生かせたいいものが多かったんですけど、後悔するようなもので言うと、1個のこのエピソードみたいな話っていうよりは、どっちかっていうと初期の自分のマインドセットの部分で人と比べちゃう。例えば全く同じ領域の競合企業と比べるとかではなくて、ぼんやりとなんかこのイケてるスタートアップみたいな像というかみたいなものをすごく意識してしまって、イケてるスタートアップはこのタイミングでガッツンとファイナンスしてるとか、他社を参考にするだけならいいんですけど、なんか自分の軸がないままに他社の情報を入れたことによってあーって なっちゃったみたいなのは、あらゆる側面で、特に初期シリーズ A ぐらいまでの間はなんか自分自信がなかったのもあって結構あったなっていうのが、もう今振り返ると後悔って感じです。なんかメンバーとなんかちょっと言い過ぎちゃったとか、うまくいかなかった失敗談みたいなのなんかありますか？結構キーワードであると思うのは、うん、その遠心力で、組織が100人いるときって100人がまず1人私がいて、その周りになんか5人とか10人がいて、その周りに30人ぐらいいて、その周りに50人とか60人がいてみたいなのが大体100人の構造なんですよね。つまり4レイヤーぐらいあるんですよ。全く同じなんかこの威力で、例えばこうビンタをしたとして、まあ、ビンタはしないんですけど、仮にビンタをしたとして、そのビンタがすごい近いと、まあ、こうなるじゃないですか。でこれがすごい遠いとこうなるんですよね。同じことをやってるはずなのに遠心力で食らっちゃうみたいな。なるほど。距離があるから威力が薄まると思ってたんですけど、その遠い存在だから、うん、距離があればあるほど威力薄まると思ってたけど、逆で距離があればあるほど言葉の威力が強まる。なんかそこはやっぱすごくこのフェーズになってきて結構反省っていうか、してるところですね。実際辞めちゃった人とかも、もうそれで、いや、もちろんまあ、それで辞めた人はいないですけど、
ただそこも多分組織のどうあるべき、うちはどういう会社だみたいなものが多分問われるフェーズになってきてるのかなっていうふうには思いますね。なんかそれこそ5人とかぐらいの時の、まあ、自分の会社、自分と仲間たちみたいな、そういうフェーズはもうではないと思うので、自分たちは何を大事にして、何は一方で妥協して、どういうところは絶対に一歩で譲らないのか、どういうところでは他者に絶対負けなくて、だけどどういうところでは我々は弱いのか、全部で完璧になること無理だし、全部のお客様に対して100点出すことも無理だし、なんか自分たちがどういう存在でありたいのかっていうものがなんかすごい問われてきてる、フェーズだなっていうのは思います。めちゃくちゃありますね。一番大きいのはでも僕の場合は、最初に自分がなんで起業したかったのかとかを考え抜かずに起業したことがすごい今にかまって変えてくることが多かったなと思ってます。それにどういった悪影響が出てるんですか。例えばですけど、その Y と W をある意味その W なのに Y と勘違いするみたいな、例えば僕らっていうとなぜ会社を作っていくのかって、ウェルテっていうサービスのエンゲージを高めるサービスなんですけど、これはまあ従業員のためにやってますって一見言ってはチープに聞こえるんですけど、でも掘り下げていくとそれだけで組織やチーム作れるかって全然ダメ で後々こう辛いことにぶつかった時になんでやるんだっけって毎回整理に行くっていう、でそのたびに止まってしまうっていう、それがすごいやっぱ苦労してましたね。メンバーの相手にも理解してもらえなかったり、よくあるのがその朝礼誤解していいものとしてはいけないものっていうのがあって、例えばその事業の制作とかに関する改善とかは全然いいじゃないですか、ですけどどこ目指してるんだっけとか、そもそも HR テックやるんだっけみたいな大きな議論になるじゃないですか。ここでいや気持ちで諦めないんですは誰でも起業家言えると思うんですけど、そこに対して明確な言語化が行われてなかったことが自分の中で疑心暗鬼になってしまう、そういう方が多いです。そうすると朝礼誤解になると一貫性がなくなってチームの求心力がなくなっていく、それはやっぱあったかなと思います。僕らは逆に言うと、僕はそれをセンシティブにそこに捉えてずっと現場に声かけ続けたりとか、まあ、株主もステークホルダー全員は影響はなかったんですけど、一番あったのは自分なんですよね。さっき資金調達というでかいテーマがあった時に、どんぐらいすべきで自分はどうなっていきたいのか、先ほどまあお伝えしているようにその創業期にこうなりたいっていうことがなかったので、明確にあったように見えて、まあ、ちょっとチープだったというか薄かったので、その度にやっぱ考え直すみたいなことをやっぱやってたなっていうのは反省です。やっぱり起業して一番の失敗談は、僕個人商店で一人でやってた期間が実は3年ぐらいあるんですよ。それはなんかもうちょっと早くなんか仲間を集めて、やっぱりスタートアップである以上もっと踏んでスケールさせればよかったなっていうのはすごい思ってます。やっぱり資金調達とか外部の株主を入れるとか社外取締役を入れるってやっぱどうしてもすごい怖いんですよね。ただなんかそういった怖いアンコンフォータブルゾーンにどんどん出ていくことがやっぱり企業が成長する上で必要だと思うので、3年間どちらかというとこじまりでやってたっていうのはすごく失敗談というか後悔してる点ですね。もしなんか入ってたらこんなこともできてたなみたいなことある。そうですね。なんかもっとやっぱり仲間ができた時に、例えばプロダクト作りが得意な人、技術が得意な人、会計管理が得意な人とか、いろんな仲間を集めることでやっぱり自分は本当に自分が得意なことに集中ができるので、自分が不得意なことを頑張ってやって、自分はすごい頑張ってるのに結局うまくいかないみたいなことをもっと防げたなと思いました。今子供未来株式会社という会社を作っていて、会社は去年の8月に作ったばっかりなんですけれども、今サービスを立ち上げ準備中なんですけれども、スタートその メンバーをやっぱり集めなきゃいけなかったので、自分と何人か役員を入れてドーンとスタートしたんですけども、結構やっぱりやってるメンバーが他の会社もやってる人で、やっぱ仕事ができる人集めてスタートしたんですけど、やっぱりコミットできるメンバーじゃないと01のプロダクトが作れないと思ったので、会社を作って4ヶ月ぐらいで早速メンバーを入れ替えたっていう大失敗を、入れ替えたというか、なんかそれこそ自分一人に戻したっていう失敗をしたので、結構この辺は仲間集めて事業の肝だと思うんですけど、最初に苦労した事業かなと思ってます。僕が誘って一緒にやろうよって言ったけど、まあ、事業を立ち上げていくとやっぱりコミットしてる人間とそうじゃない人間と温度感とかも下がってくるので、まあ、ちょっと一度関係を戻したいっていう話なんで、まあ、きちんと打ち合わせをするってことはしたので、まあまあコースを使ったなとは思ってます。今でも仲いいメンバーであるんですけど、どうですか、一人になったら結構やっぱり進みますか今は。まあ、逆にシンプルに、まあ、自分の意思決定で全部進んではいるので、この3月に新しいサービスをリリースして絶賛作ってるところなので、そういう意味では
シンプルにはなったなと思いつつ、まあ、一方でまた当然新しいメンバーが必要になっているので、絶賛リクルーティングもしているので、興味がある人はぜひお話をしたいなと思ってます。あ、今度はどういう仲間集めの仕方しようとなるんですか？やっぱり興味を持ってくれて、まあ、あとやっぱり一人目の社員、一人目の今役員を探しているので、やっぱりコミットができる、人生をかけて一緒にできる仲間を探しているので、まあ、焦らずなんですけども、具体的に言うと僕が、まあ、営業とかプロダクトを作るので、その PMO タイプの人が欲しいなと思っているので、まあ、プロダクトマネージャーの人で声をかけてるっていうことをやってます今。僕らのマーケットは薬莢とか経標法とか特徴法のマーケットになるので、そもそも市場規模が小さいと見られがちなところが一番大きな失敗談かなと思っていて、でそこで資金調査が結構難航したみたいなのが一番最初の立ち上げ時の失敗なんですね。それでですね、一気にビジネスモデルを変えてですね、キャッシュがちゃんと回るような状態を作るっていうのに、まあ、半年間奮闘しますし、で ちょうど、4月にですね、単月黒字化したんですけど。資金が足りない時ってどんな感じなんですか？毎月もバーンがある程度決まっているので、それをどうやってこう取りに行くのかっていうところで、もう本当顧問からです、紹介者をどん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 増やして、でそこからこういかに早く着金させられるかっていう営業勝負をですね、うちの CEO と2人でやっておりました。どうしてもこう我々のビジネスモデル上、調査員、いわゆるそのチェッカーと呼ばれる人たちが肝になってくるので、それをどういうふうにですね、コスト削減せずに1人当たりの生産性を担保させるのかっていうところだったりとか、あとは我々のこう役員報酬を取らないとかっていう方法も模索しながらですねやってました、はい、役員報酬ゼロっていう状態、ゼロっていう状態でやってました。それがどれぐらい続いたんですか？ちょうど今3期目なんですけれども、ちゃんと調達して動き始めたのが2期目からなので、丸1年間は役員報酬取らずにやってました。結構ガチなやつで言うと100万円ぐらいの家賃のところを借りたんですよ。店をちょっと建てようと思って、その時になんかいろいろ計算を全然間違えて、まあ、間違えたわけじゃないですけど、まあ、まだ未熟だったっていうのもあって、まあ毎月100万落ちていくわけじゃないですか。でそれに対して、まあ、キャッシュがもう本当に尽きちゃったみたいなところがもう一番やばかったです。プレスキル直前までずっと解約せずにそこを、でももう今もまだ続いてる会社なんですけど、オープンして2ヶ月目でキャッシュ尽きて、やばいみたいな感じになったっていうのが一番本当に良かった。それはどう乗り越えたんですか？もう売り上げを立てるために本当に役員、今の副社長なんですけど、と出会って、でその人が助けてくれたっていう。具体的にはどんなお店をやられてるのかちょっと教えてもらってもいいですか？焚き火ができるバーなんですけど、シティキャンプって言って、都会とキャンプの、融合みたいなさせたようなコンセプトの、まあ、バーをやってます。結構お恥ずかしい話なんですけれども、起業してからちょっとなんか新聞とか載って有名になってきたんですよね。でちょっと天狗になったところがあって、取材商法っていうものに引っかかって取材しました、はい、中小企業 PR 会社みたいなところから取材の申し込みがあったんですよね。でそうするとなんか某有名雑誌に記事を掲載してくれるっていうことだったんですけれども、なんか70万ぐらい課金すると有名な誰でも知ってるような名前の会社のウェブ媒体に記事が載りますよみたいなこと言われて、うっかり払っちゃったんですけど、もう一切何の進捗もなくて1年ぐらい放置されたっていうことがあって、それはやっぱり特にスタートアップでお金がない時期に僕のちょっと虚栄心みたいなものが会社全体にその悪いバイブスになってしまったっていうのは本当に反省しているところです。しっかり相手の情報とかを調べてこういう取材とかやらないといけないなという学びになりました。完全な詐欺ですか？もうその後乗ったよ。明らかにその役員を果たしてないんで、ちょっと弁護士からちょっと連絡をしたところ、ちょっとお金は返ってきたようです。なるほど。でも弁護士の手数料は引かれました。当然ですね、それは。そんなことがあります。やっぱりユーザーヒアリングの前にサービス始めてしまったりだったりとか、そもそもなんか違うところにニーズがあったりとかっていうところで、まず事前のリサーチが足りなかったところは、はい、お願いします。自分がこうだと決めつけた仮説と、その仮説に対しての、まあ、ユーザーの実際のニーズというところがちょっとずれていたりしたので、そこを事前に聞けばよかったので、はい、ありがとうございました。お客さんの開拓、クライアントさんの開拓っていうところにすごいやっぱり苦労しました。いろんな業種の先輩方からこういったチャンネルから営業するといいよってアドバイスをもらって、メールを自動で送ってみるとか、あるいはこう SNS を立ち上げるとか、まあ、いろいろやってみた中でどれも失敗してしまったっていうのがありまして、そこで諦めようかなっていうのはありました。ただサービスが分かりにくいとか、そういうご指摘をいただくことは最初ありました。それはどうやって改善してたんですか？いただいた指摘をもとに資料、まあ、ホームページだったりとか営業資料の
のブラッシュアップをまあ地道にかけていったっていうところで改善したかなとは思います。自分たちメンバーが最初 AI に詳しいメンバーが5人ぐらい集まって立ち上がったサービスなので、これは分かるでしょっていう、あの皆さんの目線を持てていなかった、一般的な目線を持てていなかったというところが敗因かなとは思っています。ついこの間例えば一応パキスタンのチームがいて、パキスタン4人ぐらいいるんですが、ちょうどラマダンのシーズンで、あの4月5月に入ってパキスタンラマダンシーズンが終わった後にその国で祝うフェスティバルみたいなのがあるんですけど、それであのいきなり1ヶ月前ぐらいに2週間休ませてくれとか言われて、あのあちょっと今言われるかみたいなのとか、国々の文化によって違うことでもすごく困ってたりはしますね。まあちゃんとこれからはルールを決めてやっていこうっていうようなもので、ただ初動一番最初はやっぱり突然言われるので、こ うわ今来たかそれみたいなのがかなりあります。新井さん自身はこれなんか世界中から連絡して寝れないみたいな状態にはならない？あなります、はいでそこはもうなんか趣味兼仕事みたいなので、もうずっと枕の横にあの携帯置いてスラック夜中でもなったらすぐ起きて返信してみたいな。結局そこで返信しないと、もう1日かもう半日ずれて返信になるので、常にもう起きてやってます。一応今あの自由診療のクリニック、まあ、再生医療をメインにやってるようなクリニックをやってるんですけど、やっぱ再生医療は関西膨張っていろいろ流行っていて、いろんなラボ会社委員会があるんですけど、まあ、早速騙されましたね。結局大金を払ってこのラボを決めたんですけど、結局取ってみていざやってみたら、まあ、質がそんなに良くなかったっていうのと、実際全然受注受けてくれなくて、実際使えたもんじゃないっていうところで、もう一回ちゃんとリサーチしてまともなラボを取り直したっていう苦い思いを、しかも立ち上げの時だったので、資金も結構カツカツな中それだったんで結構きつかったですね。金額はいくらぐらいだったんですか？だいたい実は許認可が必要で、コンサルティングフィーっていうのがもう200万で、そこからさらに委員会も違うので、委員会のなんていうんですか、申請料も含めると何やかんや3、400万ぐらいですかね、全部でっていう。ごめんなさい、結論最後で恐縮ですが、総額400万ぐらいですかね。スタートアップでしたら結構痛いじゃないですかうちストックオプションのコンサル会社をやってるんですけど、ストックオプションの専門家にもかかわらず我々も失敗したことがあります。最初にストックオプションをどういう風に配るかとか、配るルールとか評価軸とか、そういったものを決めずに、とりあえずストックオプションプールを信託型で用意してたんですね。そしたらなかなか最初配れなくて、でみんな、いつ配られるのとか、どうやったら配られるの、頑張ったらもらえるはずなのになんでもらえないのみたいになってしまいました。でそれからはもう慌ててルールを全部決めて、このぐらい会社で成果が出て、そして個人としてもあなたの目標がちゃんと達成できたら渡しますよっていうのを慌てて作って、今はその通りに運用して、まあ、事なきを得たんですけど、もっと最初に作っとけばよかったなと思いました。やっぱりこう信託型ストックオプションって最近流行ってますけど、それを保管してると信託型に保管するだけで安心しちゃうんですよ。でも大事なのは保管することではなく、配るルールをちゃんと作ることなんで、そこがやっぱり早めにやっといた方がよかったなっていう感じです。実際に配ってみて失敗したことっていうのは特にないですか？あ、配ってみて、まあ、やっぱり、ちょっと一個あるのは、最初誰にどのぐらい渡してるかっていうのを開示してそうになったんですね。そうすると、なんであの人俺よりも働いてないのに俺よりもらってるのみたいにちょっとなりかけたんで、それは開示しない方がいいなっていう、まあ、開示するんだとしたら納得感のあるルールをちゃんとこう開示するっていう感じかなって。僕の会社は音声のみのライブ配信サービスをやっていて、いわゆる、まあ、ライバーさんが音声で配信してリスナーさんがコメントでこう返すというものをやってるんですけど、コメントだと例えばその、まあ、人の誹謗中傷の単語だったりとか、あまりその人が心地よく思わない単語が出てきた時に自動で検出してそのアカウントを止めるみたいなことが簡単なんですけど、音声でそれをやることは実は結構難しくて、かつこれ録音ではなくてライブでの配信なので、そのまま流れ続けちゃってるわけなんですよ。なんでそれを止めるのが大変で、実際過去にはその人がちょっと心地よく思わない言葉だったりとか、ちょっと人を罵倒してしまってユーザーを傷つけるような事件がまあいくつか起きて、それを今僕らのサービスの中では解消しに動いてはいるんですけど、そこが僕ら音声を領域としてやっていながら、確認もそこの難しさっていうのを感じたっていうのが僕の一番大きい失敗かもしれないです。お客さんとか投資家の皆さんがなんかそれに対して注意されたことあるんですか？まあ、コンテンツとしてやっぱライブってそういうハプニングが面白いよねって言ってくださる方もいます。でもそれが生きたコンテンツのライブの良さなので、そこの良さもあるんですけど、やっぱりユーザーを傷つけたりとか、そもそもやっぱり法律でこういう単語は出しちゃいけないよねっていうものについては、やっぱり厳しく精査していかなきゃいけないよねっていうことで、まあ、リアルタイムに音声を文字起こしして、でそのテキスト情報を今度 NG ワードとかにさせて判定してアカウント止めるみたいなことができるような仕組みを取り入れようとしています。
そういうのをすり抜けようとして、そんな言ったみたいなケースも、いや、ありますよ。それこそあの LINE とかでもありますけど、テキストで打ち込むんじゃなくて絵文字とかを組み合わせて表現するみたいな形で、要は隠語っていうんですか、要は使って、まあ、すり抜けようとしてくる人もいますし、音声でも直接的には言わないけど、誰が聞いてもそれはそうだよねって分かるようなことを使ったりする人はいるんですけど、まあ、どこまでその規制するかは個々人の表現の自由もあるので、まあ、僕らもなかなか難しいところなんですけど、でもそこはまあみんなが気持ちよく使えるあのプラットフォームとしてのまあスタンスを決めて取り組んでいきたいなと思います。もう失敗談しかないんですけど、やっぱり一番大きいのはですね、営業上がりで来てしまっているので、プロダクトに注力せずに、まあ、要はまずいラーメン作ってる状態で、お客さんに営業力でこのラーメンうまいっすよみたいな感じで売ろうとしちゃってたみたいなことで、プロダクトが全然磨かれていかなかったっていう、まあ、考え方が全然違ってたっていうところが大きいです。それをあの営業力でねじ伏せるみたいな感じでやってたんで、それはあのいろんな投資家の方とかメンタリングしていただく中で気づいて、あの方向を180度ぐらい変えました。やっぱりその僕ら AI の技術からスタートしたんですけども、技術だけあってもダメで、それが誰のどんな課題を解決するのかっていうところにしっかりハマってないといけないと、まあ、そういう意味では今コアの AI も自分たちで作りながら、まあ、ようやくその営業の人に刺さるっていうプロダクトを作れたので、やっぱり何の課題を解決するのかっていう解像度を高めないと、どうしてもどんなにいい技術でも使えないっていうところは本当に大きな学びだったかなと思ってます。それに気づけたタイミングって何かきっかけになるんですか？まあ、やっぱり実際にマーケットにプロダクトを投入して、僕らはそういう反応いただきながらっていうところだったので、まあ、それが分かった瞬間に、まあ、早くあの頭切り替えてあの動けるかどうかっていうのはすごく大事だなと思ってます、はい。ずっと海外で育ったんで、まあ、あの海外の名前の方が覚えやすくって、多分結構日本の方って要所に出てくるなんかキャラクターの名前覚えにくいと思うんですけども、日本の名前がめっちゃ覚えにくくって、まあ、とある方、浜田さんって呼んで連覇してたら、もうなんか3回ぐらい言ったら、いや僕浜岡なんですみたいに言われて、こういうエピソードがよくあってめっちゃ恥ずかしいです。それ名前間違えた時に どんな反応向こうは言ってくるんですか？なんか優しいプラスちょっとなんか覚えろよいい加減にみたいなところもあるんで、なんかもっと日本の名字が覚えられるようになるといいなと思います。今 CEO 会社の代表やらせていただいてるんですけど、このオファーをいただいた時に全力で断って、合計で言うと3回断って、でも私を推薦してくれた人が諦めなかったんです。今全くこのキャリアもこの場にも入れてないんで、あの社長にならないっていうのを断ったのは今思うとめっちゃ失敗だったなって、結果良かったですけど。なんで社長断ったんですか？なかなか、 なんかその女性がリーダー職にいないとか言うとちょっと関連するかもなんですけど、いや私なんて本当に無理って思ってて、他にもっとなんか年上の男性社員がした方が世の中的にもビジネス的にもいいじゃんって本当に心の底から当時29歳の私は思ってて、今からすると信じられないんですけど、本当に無理ですで全力で断りました。なんかチャレンジしないって大失敗だなって結果オーライですけど思ってます。